ゲスト10人目のゲスト、お、河原らしい、はい、らしいじゃなくて、おい、長尾、らしいじゃなくて、あ、可愛らしい、いや、らしいじゃん、らしいじゃなくて、らしいってのはちょっとおかしいやろ、可愛いね、はい、はい、年齢から、あ、年齢からいくよ、年齢当ててるんですよ、18、23、俺も当ててほしいな、26、じゃあ俺行く、30、え、30、いい、いいとこ行く、30、ね、まあ、それは他だって、こっちはこう、このせいここだけだから、はいはいはい、釣りは長いんですか、だから、年齢が分かる、あ、そう、年齢、何歳、30です、おお、誰か当たってる、え、知ってたんじゃん、知ってますよ、なんだ、あ、知ってたんだ、知ってたのか、30に見えないのね、いや、見えないから知ってるんだ、あー、俺も食べよう、は、僕も30、ナウ30、30なんだ、みんな若い子多いよね、63年、62年なんだ、63っていう話を畳沼でした、そうだ、畳沼、エッチャンは長いんですか、エッチャンは出て長いんですか、2年目、まだ、え、どういうこと、ガードガードなんか経ってまだ2年しか経ってない、あ、ほんで、え、じゃあマグナム名古屋に憧れて始めたの、当たり前だよ、ですよね、そうだ、え、突破、あ、突破ですよ、あ、じゃあ突破なんだ、違う、意味ない、俺も今日突破ってやってないよ、俺突破か、あ、突破じゃないの、突破じゃない、ええよ、突破じゃない、そうなんだ、え、逃げて、あ、やばいよこれ、あ、ダメダメ、そこ、そこ、あれ、もしかした、あ、前来た、あ、なんでこれすぐ外れんの、じゃあ、釣りはそんな昔やってたの、若い頃から、4年目です、すごいよ、これ天才、そんな天才、よく釣ってもんね、だって、あの時も、息子の時も、息子のはやって、俺たちは勝てないから何が違うの、大人気キャバクラ、センスでさ、センス、丁寧、センス、丁寧なの、切り食った、いや、キャスティングもめちゃくちゃうまいし、ありがとうございます、俺が持ってた、優しいと思う、すごいね、そんなうまいの、いや、うまい、うまい、どうなの、コスパンが違った、また何だ、あの、釣りやる前はなんかやってたの、そういう、お前らうぜぇ、釣りはやっぱり水だから一緒だよ、ね、水辺だから一緒だよね、国体選手でした、え、水泳の、水泳の国体選手、そうなんだよ、聞いたらマジか、あ、長尾さんは、俺ボート、俺でしょ、ボート、だから春名古屋アイドルになるボートに、協定じゃないでしょ、水泳でしょ、しかもこれ何、やばい、これ何が、背泳ぎ、これ一回開いて、じゃああれ、あの、池なんだろう、小町、小町どうせ金もらえるぞ、いいぞ、え、どこ出身ですか、神奈川、横浜です、お金持ち、神奈川はお金持ちやから、神奈川さん、一軒やいや、だけど、一番スペシャルでしょ、今、でもゲストとしては、最強、話してないね、いや、見るじゃん、神奈川さん、おらないんで、マジで、その4年目でそこまで、ここは真剣に育てたいですね、はい、今スポンサーとか受けてるとこあるんですか、スポンサーとかなんか協賛、あの、これ使ってみたいなメーカーさん来てるとこあるんですか、だけどそう、あ、もう開いてるよ、開いてる、開いてる、もうね、仕方がめっちゃあるやん、めちゃくちゃあるの、あるんだけど、やっぱりこういう金運でもうちょっとなんかこう、なんかしたい、ちゃんとしてればいいんじゃない、ただ、いやいや、お待ちで使ってるんだって、こんなん、おらへんの、俺、だって、まじまじに何回もんだけど、こんなスペシャルおらへんの、だって、まじ、真面目にやったら負けるよ、いや、もう全部負けてますよ、いや、全然負けてない、1回も勝ってないよ、牛くん、あ、牛くん、俺が7位の8位だよ、1回
回目出た。人生で1回目出た。あんたたちは楽して終わりやな。あ、もう帰り。いや、もう満喫しちゃった。あ、そうか。上杉君頑張って。一回もベース呼んでくれ。マジっすか。ベース行きたいの。あ、ベース。山口さん、デプスサポートお願いします。あの時疑問もちゃんと可愛い子ちゃん。うん、デプス。いろいろ送ろうから。あの第二。ダメだ。そんなレベルじゃないよ。え、ダメなの？すごいよ。え、めっちゃ強いしね。あ、第2の小島玲子。あ、小島玲子はいいっす。いい。いや、全然小島玲子レベルでしょ。じゃ頑張ろう。じゃ俺がマネージャーやってあげっから。マジっすか。いらんよ。また来ます。じゃあデブスお願いしますよ。加賀さんまた出会って。デブスお願いします。言わないからまた。ほら練習した。全然来ない。エビ全部食っちゃった。3日間も練習して900何グラムだったから。まあどっちもどっちでいいと思います。食ってみて。お倉さん寒いの、寒いのは大丈夫？もうダメでしょ。まあ寒い。大丈夫だよ、治ったよこれ。治った受かった。ミドルちゃんそんなすごいんだろ。ミドルちゃんを肉食ったでしょ。そうですね、盛り上げるあのあれ作りましょう。師匠、師匠、4日かってじゃダメだから。なんかもっとあれだね、した方がいいね。じゃあ春菜子や。春菜子、群馬県春菜子や。みんなでバックアップしようよ。そうですね。春菜子って演技 OK になったじゃん。ハンドコンだけ OK。 ハンドコンは OK。 ちょっと意味が分かんない。おい、意味なんで。ちょっとうん、バックアップしようよ。いや、何があったってバックアップしよう。どうするってお金で解決しちゃう。じゃあお金があればでも釣り行けるでしょ。はい、いやいや、金やっぱ好きだ。仕事は何してんの？寿司屋で働いてる。寿司屋。それが本業なの？ルアー？あれが本業。ルアーとかもいるやん。寿司屋。じゃあルアー作ればメーカー自分でブランド起こせば。型作るの大変。でも樹脂はだったけど。あれはなんで作ったの？あれも買ったシリコン型。型作ったの？うん、うん、あれなんですよ。油粘土でできるんですよ。マットになるけど。中にやるの？そう、ホリホリ。あれ。え、そんな作ってんの？自分。作る、作らないんだけど、やっぱそのそこまでになるまでのあれがあるから、やっぱり。それ何それ？それどうなってんの？これ、何なの？これルアー超綺麗じゃん。いや、だからなんか草かなんか入れてあるの。そうっす。あれじゃん。あれマッシュルーム、マッシュルーム、オータマッシュルーム、オータマッシュルーム、テーブル入りて。それあるよ、23度ぐらい。あれもういや、もう23度ないし。でそんなにクワダムシとか入れてよく売ってるやつと一緒？一緒。あれがそうなの。あれも一緒の会社。自分でやってんの？あ、違います違います。あの普通に働きに行ってる。液体だけ、液体売ってる会社で、で効果サンプルとしてあの店舗さん、あのうちの樹脂扱ってくれてる店舗、湯沢屋さんとかに卸してんの。置いてもらうための効果物を作ってた。何でもあんだね。なんかもったいないね、そんな釣りうまかったら。三蔵さん締め張りました。締め張りました。はい、いくら？何作ったの？何これ？これ、ニュージャン作ったの？こうやって繋いで。すごいね。だから、その
母乳って正直言ってもったいないね。売り出し方でいやラッキークロスは分かる。じゃあ俺マジで仕事中のカバンにはラッキークロスしてだって俺絶対やばい。最初私寂しいさんのファンなんですよって森蔵フェスに出てたから、それ出なかったらファンだって言わねえけど。えでもあれだけじゃなくて、商品だけじゃなくて金銭契約した方がいいよ。女性なんだから。JLB アンブラ取ったよ。アンブラ。そのただもらって私これ使ってますから。だから。そこで俺は女性がないんだけど、そんなの。本来はね、自分でやった方がいい、絶対。だって、他人、一般人だから、先代はやってくれるぞ。一般人だから、そうやってもらえてラッキーと思って、私頑張ってますってやるのはあれなんだけど、もうそんなんじゃ、メーカーだけしか儲かんなくて、損すんのは自分自身だから、サポートされる。金銭契約。基本は赤黒です。か、もう自分で作る。アパレルでもいいから、まず真剣に聞いてるから。いやいや、ほんまに思うよ俺は。いや、みのるちゃんは全員でバックしよう。全員でだから、でもルアーとかだけやったらかわいそうじゃないですか。ただ気にするだけや。いやいや、全部ね、金に回れてるだけ全部して、全部全面的にやらないと。やってる、わかる、おかしい。だって一番嫌になっちゃうから、多分行こうか。深い話聞こうか。欲もあっていいと思う。基本はあれだ。だって普通の例えば今までの女性アブラからするとチヤワしたらって、はぁやりますよっていう風なノリでやってたの。この子は違うもん、自分でもやるやん。そうだよ。なんでやった方がいいの、持ってないの。ここが出なかったらおかしい。絶対他の今までのほうが違うのね。チェアしたらやりましょうかってノリでやってるのと、自分から率先してやるのは全然違うから。そうだな。いやこの間の店員さんが同じ格好で行くマジでねえだろ。やべえ。それがだから、これつけますかとか言われた。他のショップの人だと思われた。でもマフダみたいな彼女がこんなに熱くなったのはやっぱりライバルです。だからもっともっと強くするために今日の当て終わりもう一回当てるから。なんかもうバッテリーが消えた。